はい、今日は8月28か。昨日一応岡山に移動して、一泊で、今日初日、小島マリンプールに移動して、レースしてきました。いやー、やっぱね、いろんな人に出会えるっていうのはいいし、もうほんとね、こう大人の国体っていう言葉もすごいこう俺合ってると思うわ。やっぱり子供とかやっぱこう青年学生、あのプロだけじゃなくて、やっぱ俺らも頑張ってるしやってるし、そのそういう人のための国体オリンピックじゃないけど、そういう大会があるってやっぱ俺初デビューやけど、楽しかったね。で初日その、俺は一番手やったんやけど、もうまあレースってやっぱ面白いよね。そのもう俺はもうこれ結構もうその勝負かけたじゃないけど、坂口選手、それと、菅原君と俺のもうやっぱり一騎打ちで、ね、あの結果から言うと、その前にさ、実はそのここでも真面目なね、俺がこの前動画で出してさ、ちょっと煽り V じゃないけど、菅原君に、喧嘩を売ったような、本当正々堂々バトルしようやみたいな感じな動画をこう出してさ、ちょっと俺本当菅原君がそういう人やったらちょっと申し訳ないなと思って、なんかうっとなったら申し訳ないなと思ったけど、やっぱ俺このやっぱ業界じゃないけど、その自分のレース盛り上げるために菅原君のにちょっとこうね、挑発みたいなのしたけど、それでさ、俺あのインスタで友達申請とフォローとメッセージをいただいてさ、こんにちはって、浅野さん水沢の前から知ってましたね、あの動画見ました、ありがとうございます、で私もこれからまた燃えたいです、やっぱそうやって言われて嬉しいです。実は格闘技も好きで、そういうのもこうちょっとこうやってみたかったんですって言われてさ、ものすごいあったかいメッセージもらって、で俺も実際顔も見たことなかったし、どんな方かも知らんかったけど、そのもう ほっこりしました。でそのよう見たらさ、菅原くんって子供ももう俺ちょうど可愛いし、あとすごいその髪型とかも似てるじゃないけど、キャップ好きやし、今でもやっぱアスリートやし、子供と泳いでるし、素敵やね。そんな人とさ、その招集所で初めて出会いました。初めまして、一緒に今回頑張りましょう、思いましょう、その2人で坂口狩りしましょうじゃないけど、はい、レースしました。はい、優勝坂口くん、2位、菅原くんです。3番、浅野晃平です。お疲れ様でした。でもね、俺タイム的に納得してて、一応ね、58秒、もうね、マスターズ違うスイム復帰して、もう51分59で、何やったかな、なんか北九州の試合で59秒2やったかな、やっと前半まで来ました。で、今日やっと58秒が出ました。はぁ、よかったわ。もう体もバキバキです。ちょっともうあんま聞くか分からんけど、こういう、なんていうの、こんなんでちょっともう俺も痛いんよね、たまに。とにかくデイ1はね、すっごい楽しかったです。はい、デイ2。今日はね、ほんと岡山のホテルゆっくり休んで、名物の桃食って、ちょっとやっぱ緊急事態宣言、まん延防止策が出てるけど、あんまりこう人と飯食うとかなかったんやけど、ホテルでゆっくりして、2日目に備えて、2日目こそね、もうやばいよ。福田久志選手、沢口選手、菅沼選手、俺、この4強で、レースを盛り上げてね、この試合で一番レベルが高いレースをね、やりたいね。うっさー、本当は試合流れたし、本当は試合
疲れたし、本当は試合中止になったし、全部今の想像やし。試合したかったよ。試合したかったよ。はい。8月、28。俺はね、有給まで取ってたよ。ね、有給。俺はね、有給まで取ってた、本当ね。なかなか休めんときに休んだね、この試合のために。でね、もう今日なんか起きてね、そのもう、ある意味脱力感があったんやけど、で、俺はもう今日髪を切って、エニタイムに行って、なんか今日今頃上だのなとか言いながら、ウェイトして、汗かいて、エニタイムでシャワー浴びて、一日を過ごしました。きっとね、こんな気持ちになってる人、多いんじゃないかなと思うけど、もう忘れよう、もう忘れよう、もう忘れましょう。で、そんな一日を過ごしてないけど、まあ、菅沼さんの話は、あ、そうか、菅原さんじゃない、菅沼さん、菅原さんの話はマジ。なんか俺ね、その動画で、会いたいです、一緒に競いたいですっていうのが伝わって、もうものすごい温かいメッセージもらって、また燃えたっていうのは、あと向こうにもこうね、こう、また再会しましょう、またレースしましょうっていうのは、マジ。それ以外はでもね、どうもちょっと本当に、もう本当11月11月までのレースももうなんかなくなってるみたいだし、しゃあないよね、しゃあないけど、あ、前に進んでいきたいね。でね、もう俺も中止になったら中止になったで、まあ、実はもう一つの、ちょっと予定を少しちょっと早めて、それをこの違うプロジェクトをちょっと多く進めて、進んだよね、うん、だけどやっぱりね、本当なくなったらもう俺はね、もう次々だと、もうすぐ、なんか次のなんか本当物事にこう取り組んだり、なんかそっちをこうもっとこうなんか 前に円滑に進めたり、やっぱ今ね、ほんとパッと切り替えれて、ほんとフレキシブルにする、うん、すぐする、フレキシブルにする、そうやってこう何か予定が変わってももうガクンとしない、もうすぐ切り替える、うん、もうすぐ戻る、もうすぐ日常に戻す、すぐ変わっていくことを楽しむ、もうそれに尽きると思います。はい、というわけでね、もう初めの5分で、ね、話しまくってね、もう俺ほら岡山に行って試合したみたいな感じぶったけどすいません、嘘でした。はい、さあちょっとやっぱね、マスターズの人を盛り上げるために、マスターズ練習会でもなんか、企画したね。いや、俺ね、ほんと、暇なおじさんが、柿添君が作った、54本のやつとか、めちゃめちゃ面白いと思うし、やっぱりね、楽しいことを作って、作り出すって結構ね、難しいし。その誰か作ったものにこう乗る、うん、一歩本当重い腰を上げて、楽しいことに、こんな中でもやっぱ楽しいことであるし、なんかこれはこう世の中の人に
な泳げる楽しさ、もう泳いでいいやん、もうマッスルメモリーってあるけどね、なかなか忘れんよ、うん、はい、というわけで、ここ岡山ではありません、北九州、小倉でございます。以上、ありがとうございます。バイバイ。